ジョディ・リチャード・デイビスは、アメリカ合衆国ジョージア州ホール軍、ゲインズビル出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2018年シーズンより、MLB 新シシナティレッツ参加の AA 級ペンサコーラ、ブルーワフーズで監督を務める。親戚に同じく、メジャーリーガーであるウェイド・デイビスがいる。1976年1月の MLB ドラフト3巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、 プロ入り。1980年にセントルイスカージナルス参加でのプレーを経て、オフにルール5ドラフトでシカゴカブスへ移籍した。1981年4月21日にメジャーデビュー。翌1982年には正保守となり、1983年には24本塁打、84打点を挙げた。1八十四年は十四打点を挙げて、 地区優勝に貢献し、オールスターにも初選出された。また、リーグチャンピオンシップでは18打数7安打、2本塁打、6打点と活躍した。1986年は21本塁打を放ち、守備では盗塁素シリー476でナショナルリーグ1位を記録して、ゴールドグラブ賞に選出された。アトランタブレーブスとデトロイトダイガース参加のトリプル A 級、 トレド・マッド・ヘンズでプレーした1990年を最後に引退を表明した。引退後は2003年に独立リーグカナディアン・ベースボールリーグのカルガリー・アウトローズで監督、カブス参加で監督や保守インストラクター、ベネズエラ・ウィンターリーグの監督、パドレス参加で監督、打撃コーチを歴任。二千十六年からはシンシナ・キレッズ参加のトリプル A 級、ルイビル・バッツで、 打撃コーチに就任し、2年間務めた。2018年シーズンからは同じくレッツ参加の AQ ペンサコーラブルーアフーズで監督を務める。ありがとうございます。